100日でエニアグラムを理解する64日目相葉雅紀さんタイプ4図ではここに位置します。エニアグラムの教科書ではタイプ4は個性的で、気難しいという、そういうステレオタイプを書いてますが、それに対して相葉くんは謙虚で他人に周りに気を使えてで優しいで、教科書的ではないタイプ4と言えると思いますが、でも多くのタイプ4はこんな感じなんですよね。これが日本に限ったことかどうかわからないんですけども、日本人におけるタイプ4はこんな感じです。じゃあその特性はということで詳しく述べると、これ志村動物園の、グルーミング企画というか、保護犬をでボロボロになった犬を、グルーミングしてすごくきれいにするっていうコーナーで、もう犬への接し方はとにかく優しいんですよ。でも演技じゃなくて素で優しい。で、素で優しいところはみんなよくわかっていて、ツイッターとかでみんなもう大反響なんですよね。で、動画ちょっと限りがあるのしかなかったんですけど、犬に語りかけながらですね、やるんですよ。これがシャンプーって言うんだよって言いながらやって、本当このまさにこの弱いものに寄り添う感じ、この特性がタイプ4の一つの特性です。で、もう一つの特性、とてもこれは重要なんですけども、すぐ弱音を吐いてしまう。相葉くんってなんとなく弱音を吐いちゃうんですよね。で、悪い意味で言うと、ヘタレキャラって感じなんですけど、素直に弱音を吐く。で、教科書的にタイプ4は自分は特別な存在と思っていて、で、先民感が強いと勘違いしているエニアグラマーは多いんですけども、多いっていうかほとんどなんですが、でも実際、日本に限ったことかどうかわからないんですが、けども全くその逆で、多くのタイプ4はていうかほとんど間違いなく先民感は低いんです。で、相葉君も例えばブレイク前にこぼしていた僕たちの代わりいくらで見る発言とか出てたりするんですけども、基本的にタイプ4は自分は全然特別な存在とは思ってないですよね。で、これがある意味だから先民感が低いので、すごく努力してみんなの期待に応えようとして努力するっていう人が多いです。まとめ、タイプ4の相葉雅紀さん、教科書的ではないけども大多数のタイプ4はこんな感じです。